住環境っていうのってすごく暮らしとか、気持ちとかを変えてくれると思ってるので、まあ、そこが変わることで、人生そのものも変わっていくって思ってるので、大切にお客さんにもそれに気づいていただきたいと思っています。まず母が模様替えが大好きだったので、もうなんかちっちゃい時から図面を描いて間取り図をこう描いて遊んでるような子供だったので、遊びの延長でこう大人になってそういう仕事に就いていたっていう感じです。お出かけしたり素敵なところで過ごすとか、高級なホテルで過ごすのもすごく大事だし幸せな時間なんですけど、本当に何でもない日常を素敵にして楽しくさせてくれるのがインテリアだと思ってますので、ぜひそれの力をお客様に感じていただきたいと思っています。